はい、あつしです。はい、けいこです。はい、ひろこです。はい、みきてぃです。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日は、リレーションシップ講座の1期生の3人に来ていただいております。ひろこさんはちょっと電波が悪いようですので、そこら辺ちょっとね、ゆっくり、行きましょう。まだ拍手されてますね。じゃあですね、けいこさんから聞いていきましょう。講座を始めようと思ったきっかけっていうのを教えてもらってもいいですか？私は8年10ヶ月一緒にいたうさぎさん、この子なんですけど、この子を5月に、亡くしまして、でその時すぐアニマルコミュニケーションしたいとか、この子と話したいとか思ってなかったんですけど、なんか知らないけどスマホ見てるとアニマルコミュニケーションっていうのが見えてくるんですよ。見えてくるっていうか視界に入ってくるようになったんですよ。はい。そんなに興味持ってたわけじゃないんだけど、なんか結構視界に入ることが多くなったので、つし先生のことを知って YouTube とか見て、だんだんそうやってみたいという気が強くなったので思い切って申し込んでみました。はい、ありがとうございます。じゃあミキティさん。はい、私は最初からアニマルコミュニケーターやりたいって最初から目標設定してたわけじゃなくて、ある日本当にふとなんですけど、自分の人生このままでいいのか、自分に何かできることはないのかって思ったんですよね、急に。でいろいろなんかマネットを調べたりしてるうちに、まあ、恵子さんと同じようにアニマルコミュニケーターさんの記事とかにたどり着いて、で特別な能力がなくてもできるんであれば私もやってみたいと思ったのが最初本当にきっかけで、それからいろいろ調べてあつし先生にたどり着きました。はい、ありがとうございます。じゃあひろこさん、はい、いけますかね。はい、私はあつし先生のことは生体の先生として最初知ってたんですけど、うちの犬とお話ししてみたいと思ってアニマルコミュニケーションやってみたいと思いました。はい、ありがとうございます。それではですね、次にリレーションシップ講座をね、受けてみて、まあ最初の方ですね、どうだったかっていうのをちょっと聞かせてもらおうかなと思います。じゃあ、ケイコさんお願いします。宿題が出る前でいいですか？宿題が出る前は、講座が始まる前に見ていた、やっぱり心のビタミンがすごく勉強になったというか、自分のためにすごく必要だったなって思いました。ありがとうございます。じゃあ、ミキティさん。はい。講座に入ってどうだったってことですよね。そうですね、入ってからですね、はい、入る前は本を読んだりして独学でできると思ってたんです。で本に書いてる通りにいろいろ瞑想とかやってみたんですけど、あの自分のペット呼び出したりとかもしてみたんですけど、もう一人でやってるものなので、何ができてるのかできてないのかすらわからない状態だったんですよね。で講座に入っていろいろ勉強していくうちに、動物とお話しするために一番必要なことっていうのが、そのノウハウ的以外のものが分かったので、はい、良かったと思いました。はい、ありがとうございます。じゃあひろこさん、講座受けてみての感想ちょっといただいてもいいですか？今まではせっかく来たいろんなチャンスを目の前を通り過ぎる、見送ってた気がするんですけど、それをしっかりキャッチできるようになりました。よかったです。じゃあですね、何ヶ月ぐらい動物できるようになりましたかっていうのを聞いていこうと思います。じゃあ恵子さん。はい、先生が宿題で講座内の仲間のペットちゃんと話をしてみてくださいって言われて、割とすぐ話し始めたんですけど、割とその時から話せてた気がします。気がしますじゃないけど話せてました。まあ今考えるとっていうところですね。はいはいはい。じゃあミキティさんお願いします。はい、実際に同期のペットちゃんをお借りして実践練習したのが2回目の講座終わった直後だったんですけど、その時はもうお話できてたというよりかは、こう映像がポンポン入ってくる感じなので、今は聞こえる方が中心なんですけど、その時は映像として入ってきてたので、まあそういう感じでお話できてたのかなとは思います。はい、ありがとうございます。じゃあ、ひろこさん、お願いします。私も講座入って2ヶ月目に同期のペットちゃんをお借りして練習した時には映像がやっぱりポンポン見えてて、今は声が聞こえます。あ、いいですね。はい、友達のペットちゃんとお話しさせてもらった時に、
あの肩に乗る感覚が一番自分自身ですごいなと思いました。いや、すごいですね。面白い。それは初めて聞きましたね。肩に乗るような感覚ができた時にお話ができる感覚になってるっていうことですかね。はい。あ、いや、いいですね。皆さんそれぞれね、こういうのが見えたらとか、こういう感覚になったら動物をお話できる感覚だっていうのをね、持ってる方が多いんですけど、ケイコさんとミキティさんはそういうのあったりしますか？まあ、その子によって違うかなっていう。その子によって違う。はい。ミキティさんはどうだ？はい。私はゼロポジションにペットちゃん呼び出して、手のひらがすごい熱くなるんですね。手のひら。そうなったら、はい。もう、それでもうつながってるって自分で思い込んで、お話し始めるんですけど、答え合わせというか、飼い主さんからお話しいただいたときに、あの感想ですね。普段目と目を合わせない猫ちゃんが、すごい10分間ぐらい、飼い主さんの目をじっと不思議そうに見てたっていう、そういう結果を聞いて、ああ、やっぱりつながってるんだなっていう感じです。はい、ありがとうございます。結構ね、深い呼吸でね、瞑想してるんですけど、とね、動物と話してるときはすごく呼吸が浅いとかってね、結構言う方が多かったりだとかね、ぼーっとしてきたときに、これ話せる感覚で掴んでる方もおられますし、ミキティさんみたいに何か手があったかくなるとかね、ヒロコさんみたいになんか肩がとかって、何か皆さんそれぞれやってると、そういうのって出てくるかなと思うんで、その感覚っていうのを持ってる方が、ずっとスランプなくできるっていうんですかね。はい。この感覚になった時にできるんだっていうのを持ってるとね、すごくやりやすくなるかなと思いますよね。それをね、ってなくても、それを掴まれてるっていうのがすごいなと。思います。しっかりできてるんだなと思いますよね。それではですね、最後なんですけど、今からですね、動物とお話ししたいなって思ってるけど、一歩出ない方へ一言ずつちょっとお願いしようかなと思います。じゃあ、ケイコさん、お願いします。はい。実際、その子のペットちゃんとお話しさせてもらって、そしたらその子が、私も話したいって言い出したので、アツシ先生の YouTube をお勧めしました。あ、 ありがとうございます。もうあれ以上分かりやすいのはないんじゃないかなと思ったので。そうですね。まだ未だに出し続けてますしね。はい。それと、その子には厚志先生の本もプレゼントさせてもらいました。おお、ありがとうございます。だから、今からやろうと思っている、やっぱり YouTube とか見るのが早いのかなっていう気はします。はい、ありがとうございます。じゃあミキティさんお願いします。はい、アニコミに興味を持ったりとかやろうとかやりたいとか思った時点で動物と話せるようになることは約束されてる気がするんですよね、うん、はい、なので途中でくじけそうになったりしても自分を信じてれば必ずできることなので最後まで諦めないで頑張ってほしいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあひろこさん最後お願いします。アツシ先生の講座に入ると、自分の人柄っていうか、がランクアップすると思うんですね。それで、人生も輝くと思います。それだけでも十分なのに、動物とも話せるという、素晴らしいおまけがついてくるので、やってみたいなと思ってる人は、講座に入ってもらいたいと思います。はい、で私は夢が叶って、うちのワンコとお話毎日できてるので、こんな楽しい日々を送りたい人はぜひ仲間になってください。ありがとうございます。まあね、その僕の講座だけじゃなくてもいいんでね、動物話したいなって思ってる方はね、思ってるだけじゃなくて、何かあの本を読む、YouTube を見る、インターネットで調べるとかね、どんな先生がいてるのかなって調べてみたりとかね、自分の、まあ、合う先生のところで習うのが僕は一番だと思うんでね、はい、納得できる科学とね、直感でね、なんかこの人良さそうだなと思ったりとかね、アニマルコミュニケーションっていうのがね、まだみんな言ってもわからないじゃないですか。はい、なので、もっとね、皆さんにアニマルコミュニケーションとか動物を話せるって普通に話せるんだよっていうのを、はい、あ、それいいじゃないってみんなが言えるような世界にしていきたいなって思いますよね。なので、どん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 ね、話せる人、話したい人が増えていけばいいなと思ってます。ということでね、今日はこれで以上になります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、一期生に来ていただきました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。